あ、ね、ドボン配信はできない可能性が高いですね。そう、暑い。私はなんかでも夏はあんまり冷房の温度を下げずに扇風機で空気循環をさせるやつが好きです。7号がやったらできる。タンベマーボーさん、ありがとう。鳥海浩二さん、ありがとう。私今日はね、マスカラを塗っておりません。めんどくさいっていうシンプルな理由。なめくじ度はあんま変わってないか分かんない。そう、あ、扇風機ね、扇風機なんか直当たりしたら涼しいよね。そう、だからなめくじちっちゃく見えるかも分かんないけど、マスカラしてないけど、まつげパーマがね、ここ私でもね、まつ育したいんだよね、まつげ薄くて。そう、まつげパーマでまつげが上がってくれてます、イエーイ。嬉しいぞ。サンダーの道さん、ありがとう。台湾夜嵐さんもありがとう。伊藤さとしさん、ありがとう。ありがとうございます。え、そう、あのね、なんかよくそのまつげパーマをするのもお店によってね全然仕上がりが違うんだけど、こないだ行ったところがもう大正解すぎて、あなたはプロですかと思うぐらいね、よくあって嬉しい。なんか私すぐまつげ落ちやすいんだけど、かけてもありがたやんって感じです。あじさん、ありがとう。カズッキーナさん、ありがとう。イエイ。そう、いやでもほら、みんなプロだけどさ、違う、みんなプロだけど、今までなんかあれみたいな、え、3日で下がったんだけどみたいな、そうでなってたこととかあったのに、すごいと思って。なんか本当に人によるんですよ、技術。そう、ありがたい。私ね、本当はね、一番もともと最初のね、2、3、まつげパーマを初めてかけて3回目ぐらいまでは同じ店行ってたんですけど、そのお店がね閉店してしまって、そう閉店してしまってさ、どうしようって、なんかいろいろ探して適当に行ってたら、なんか失敗した、あーみたいな、なんかあんま良くないなみたいな時とかあったんですけど、もうね大成功でした。ありがたき幸せ、本当に。ありがたきお幸せ。コロナで、多分コロナでなのかな、多分そうかも。私がまつげパーマしたのは初めてさ、8月とかだから。え、でもまつげパーマのになるにはネイリストの資格いるんですよ、確か。なんかまつげ師になるには。え、本当にね、まつげ上がるとね人生幸せになる。え、口コミで探すけど、やっぱりさ、人に合う合わんみたいなあるやんか。そう、だからなんか、あ、私に合わんかったわみたいな。トクリンさん、あれ、なんか久しぶりじゃない、そんなこともない。ありがとう、イエイ。え、なんかそのネイリストさん、美容師さんとかがそのを延長線上でまつげの資格がもうでき取れるらしい。そう、アイリストだ、アイリスト、まつげ師じゃないね、アイリストって言うんかね、アイリストさんから。じゃあちょっと美容学校に行かなきゃ。ツッチーさん、ありがとう。え、マツパーマジ人生変わるよ、ほんと。女子女子、あ、よかった、久しぶりで会ってた、嬉しい、ありがとう、来てくれて。そう、人生変わります。人生が変わるよ。皆さんもぜひ行ってみてください。重大発表、
重大発表、今日マスカラしてないくらい今日の重大発表以上。ギョーザのポーチさん、ありがとう。かっちゃんさん、ありがとう。イエイ。ニックネームまつげしやめとき。お、あ、47のホース的な歌を歌いながら。おのちさん、ミラーボールありがとう。イエイ。ラーマのズッキーナさん、ありがとう。かっちゃんさんもありがとう。今まで何回くらい人生変わった？何回人生変わった？いっぱい人生変わったよ。もう人生いっぱい変わります。なんかもうこんアップダウンアップダウン、何アップダウン、人生はアップダウンですねサンタアナミチさん、ありがとう。人生変わりました？人生変わりますよ。なんちょっと些細なことでピッてメイク動画、あ、いいじゃん、買いな買いな、買っちゃえ。ひずりありやばい、なんすごい皆さんが反応しちゃった。まどちゃん、あら、まどちゃんもショールーム久しぶり、ありがとう。イェイ。にゃんきちさん、ありがとう。子供の頃ってどんな子だったの？子供の頃、子供の頃、私の子供の頃は真面目めっちゃ真面目の、あ、黒くて、子供ってさ本当に小さい時でしょ、めっちゃ黒くて小さくて、なんかカリカリで髪の毛が男の子みたいで、でも男の子みたいだったのも小2小3まで、そう、もうなんか根っからの真面目っていう、そんなことしちゃダメでしょみたいな言っちゃうみたいなそう、そんな感じそう、カリッカリやった。もう おかしい、マジで、あの小学校の卒業アルバムおかしいんですよ、絶対見せないけど、めっちゃおかしいえ、かりんとうっていうか、なんか爪楊枝みたいな、ちょっと男子言わないエイティさん、ありがとう。あー、小枝みたいにボコボコはしてないです。見せれるのない、見せたくない絶対見せない。にしちゃん、ありがとう。かっちゃんさんもありがとう。あ、これレミがよくあるピースの仕方もう絶対ランドセルはもう屈託のない赤、もうめっちゃ赤で、なんか私あの筆箱、私が小学生の時の悩みね、悩みは筆箱があの赤だったんですよ、ずっと。あの最初の あのあるじゃん、パカパカの、今使ってるようなペンポーチとかじゃなくて、パカパカの、わかる？みんななんかさあのわかるかな、こういうあるじゃん、なんかキャラクターの、そう、キャラクターの、あ、そう、ナルトの子いた、ナルトの子いたし、あ、そうそう、ハード、あ、そうそう、鉛筆刺すやつ、そう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 、なんか女の子とかだったらキラリンレボリューションとかで、私は本当にあの鉛筆削りもついてなくて、裏面も開かない赤だったんですよ、もうシンプルな、もう一番ドシンプルな赤だったんですよね。なんかうちの親がね、こうもう赤じゃないとダメみたいな感じで、だんだんこう小4くらいになってくると、みんながペンポーチに変わり始めるんですよ、小4小5とか小4とかで、
なんかだけど私の親はダメってなって、私はもう小学校の時ずっともうペンとか色ペンとか入れたいけどダメで、そうすっごい悩んで本当に超病んでて、あそう缶の人とかもいた、もう超病んでまして、それでもうあのなんか総合の授業とかでなんかクラス学校同級生全員集まってる移動教室とかも持ち運ぶのも必死にこうやって隠して移動教室して、もう筆箱ももうあのずっと隠して生活してました恥ずかしくてすごい。中学校入ってからねペンポーチ暴走してた、私ペンポーチになってシャーペンになって色ペンとかいっぱいそうそうなんですよ。だから裏しかも裏面ないからさ、入れれるところも少ないわけよ、もうパンパンになっちゃってさ、そうそんなこともありました。そうでもねさすがに恥ずかしくてね、100均で1回ねペンポーチ買ってね両方入れてね、あのペンポーチの方は学校にね置いてね、お母さんに内緒でしてました。見てないように、今見てませんように中学はね缶、私缶使ったことない、あ缶にプリクラいっぱい貼ってる女子がいたけど、私はねプリクラは貼らない女子だったのであらいやだってさ入らないしさ恥ずかしかったんですよ、だからとりあえず100均でもう病んでました本当に母です、違いますです。中学の時何使ってたっけ、マイメロとか何使ってたっけな、何使ってたっけ覚えてない、携帯のバッテリーに貼らないよまどちゃんありがとう、ポーチさんありがとう、マコリンさんもありがとう、みんなありがとうイエーイ、え違うよ、でも絶対マイメロ、あ違うマイメロと、あとなんか私エッフェル塔にハマってて、エッフェル塔のデザインのシールとかなんかをめちゃめちゃ集めたい時期があって、あのエッフェル塔集めてました。えでも本当にでも中学の途中からはもうね色ペンもなくなって、もう本当に赤青一応暗記用のなんかピンクオアオレンジかみたいな、なんかほんまにめっちゃシンプル、ノートねえげつないシンプルに変えましたえそうエッフェル塔に憧れてて、違う京都タワーじゃない、京都タワーは見たことないわ、あのなんだっけなんかさ、うんなんかヨーロッパどっかにさなんかなんとかクロックみたいなありません、なんだっけエアーズロックわかんないけど、なんかすごい憧れとか思ってました。待ってごめん、消しゴム食べてそう系女子って何消しゴム食べてそう女子が気になりすぎてあれエアーズロック違う、じゃあなんとかクロック、クロックですよ、時計ですよ時計。ケイさんありがとう、ハートハートあビッグベンそれビッグベン、ビッグバン、ビッグバンって人いない、聞いたことあるビッグバン、ビッグベンかな、あれビッグバンじゃなくてステ何それ、ステルスロック、クロワッサン絶対違う、ビッグベン、ビッグバン、あビッグバンってあの韓国の人か、今思い出した何の曲が有名だっけ、なんか一個さなんかめっちゃみんな全員知ってる、めっちゃみんな知ってる人、知ってる曲がありますよね、なんか
わかんないけど出てこん魚住、待って、魚住はなんだっけ、魚住は、魚住さんはビッグ何、魚住さんなんだっけ、あ、そうじゃ、ビッグベンです、ビッグベン、ビッグベンに憧れてた。なんとかドラゴン、なんですかそれは。いや、ビッグジュンか、あれ、魚住ジュンって名前だっけ、もう分かんない、何の話してるか分かんなくなってきました。ビッグジュン、魚住ジュン、ジュン一どっちやろ、ジュンペイかな、エッフェル塔とビッグベン憧れて、なんかシャーペンとかもすごいそういうのを買ってた。え、ね、もう話が、話を整理しよう。そう、だからそれに憧れてたって話ですよ、私の。はい、え、でも、うん、え、何使ってたっけな、本当に記憶ない、建造物全然詳しくない、ちなみに詳しい、違う、なんか可愛いなって思ってえ、エッフェル塔のシャープ売っとるけん、なんか私しかもあのエッフェル塔のなんかね、メモ挟むやつも持ってますよ、なんか友達誕生日プレゼントエッフェル塔をいっぱいくれたりとか、今ずっと幼少期の話ですよそう、筆箱は筆箱は何を使ったか覚えてないですえ凱旋門ってさ、頭にあるやつ、頭の脳の脳に、脳に凱旋門ってなりますよね、ないっけ、卒業旅行行きたい、卒業旅行行きたいの、めっちゃ行きたいのなかったっけ、頭の脳の脳に凱旋門、なんとかもん脳の脳に凱旋門ってない、あ、大旋門脳に大専門ね、そのなんとか関門みたいな、違いました、大専門でした大専門大専門大専門でした、それですひろきさんありがとう、クイズの難易度高それなひろきさんありがとうあ、そうそうそう、赤ちゃんの時、そう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 、それ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 です、赤ちゃんの時に、赤ちゃん閉まるんでしたっけ、確かうんとねいっぱい行きたいとこあるの、いっぱい行きたいとこあるんじゃけど、うんと北海道も行きたい、沖縄も行きたい、宮城も行きたい、あと長野も行きたい、あとまあ関東はいっぱい行って行きたい、あ、岐阜の養老、あのアンロケで行ってたさ、養老天命変天地も行きたい、
兵庫はちょくちょく行くから旅行、いやまあ旅行で行くのもありだな。あと、うん、どこな、愛媛行きたい。あと、うんと、まあ大阪、私大阪も全然行ってないから大阪とかも行きたい。大阪だってあの大阪の全国学習会以来行ってないから行きたいでしょ。で九州も大分の別府温泉になんか大人になってもう一回行ってみたい。そう、あ富山行きたいの。富山ね、あのちょっと知り合いがねいるので、ハルピョンさんじゃなくてですね、じゃなくてお友達の知り合いがいるっていうか出身地があるので行ってみたい。え、そう、大阪、まああの経由地ではあるんですよ。あの次は新大阪みたいなの言ってるのは聞くんですけど、うわやっと新大阪まで来た、あと1時間あるって思って寝てるからあんまりいい思い出はないので、そうおみちゃん家行ったことない。おみちゃん家も行ってみたい。おみのお母さんとおみのお父さん、おうちに会いたいね。あと相方にも千葉ディズニー、千葉はディズニーで何がありますか。そう1時間あるんですよ。ね、アイスの写真めっちゃ可愛かった。ね、可愛いってね LINE を送ったんですけどね、帰ってきません。あ、福井もいいね。おみちゃん返してくれません。待ってます。いや別に返さなくてもいい内容だけどさ。おみちゃんは早い時はブワーってだけど、いや多分未読するブワーって、なんか私もだけど返す時はなんかブワーってずっと喋ってて、なんか返さん時はシーンってなってるいつも。かわいいじゃんって送ったんです。エジプト？エジプト？エジプト？エジプト、エジプトか。エジプトって何があるんだろう。あのピラミッド以外は行ったことあるの。栃木はね行ったことあります、何回も。割と最近も栃木実は。あ、鳥取行きたいな。鳥取行きたい。レミのお家に泊まりたい。あ、やば、インダスとか懐かしいね。今何の話、なんよくわかんない話してる。いやなんかほら国外はちょっとさ、まだちょっとさね、望みが薄めだから。そう、小豆島、え多分行ったことあるよ多分。でも小さい時、なんか大きくなってからお出かけはしてないから行ったこと絶対ある、うん多分。え、そう、でも鳥取、なんかあんまり鳥取行かないな。なんか小さい時にどっか行っても、鳥取のどっかとか行ってました。昼前ぐらいまで行くんだけど。翔太さんありがとう。卒業旅行、
でも行きたいとは言ったけど、どこに行こうとかは決まってない。無人島やってみたい。森ついてみたい。こう海泳いでシュンみたいなやつわかる。やってみたいですキラリンビームさんありがとう。泳げますよ。もう4A 法完璧だし、私もう分かんない、3歳とかなんか多分3、なんか3歳じゃなかった、2歳半だったのか知らんけど、から小6までスイミングやってたんですよ私。だからもう行けますあご足、何あご足、バタフライできるよ。ドンドンドンパドンドンドンパって言ったでしょまあ小さい時はさ、ほらやっぱリゾート館ぶち壊しでお兄ちゃんと水泳競争してたの、なんかすごい沖縄の海とかさ、グアムの海とかでしてたけど、まあ多分もし大人になってから海に行ってないから、大きくなってからじゃないから、大きくなって海に行ったらもう何水際で あはパシャパシャあはってやつやりたいですね。ぜひとも砂浜でわーみたいなやってみたいです。ぜひ、それが夢です、私のブリットさんありがとう。帰れ帰れって言われた。私もう家にいるんですけど、かっこマジですイエーイナイトプールも行ったことない。そう、少女漫画みたいな、わかんない、なんかわかんない、なんかでもとりあえず楽しみたい。バオはお疲れ様、何のバイトしてるのみんなみんな気になる。あ、砂に埋まるやつね、いいね、埋めたい誰かを誰か、あとあれやりたいの、砂をさ、砂場みたいにさ、こう砂をこうやってさ、知ってて倒れた人が負け、ジュースおごりみたいな。コンビニ、ちゃんと箸つけてくれてるちゃんと箸つけてくれてるかな、温めますかって言ってくれるかな。砂浜であれやるの人いっぱいいるくない、わかんない埋められたことあるの？私本当にさ、本当にそういう、青春をさ、青春を通ってきてないんですよ。本当にしまったって思って、なんか人生後悔するぐらい、なんか私楽しめてないと思って、この若いいい年齢のところをもっと楽しんどけばよかったと思って、すごい後悔してるんですよね。神対応じゃん、超人気出るよ売れっ子、そう今からでも行けっかな。ガリ勉じゃないよ、全然ガリ勉じゃない、勉強大嫌いでな、あれですなんかほら18とか19をもうちょっと楽しんどけばよかった。人生やり直す、まあね、まだ25までいける、これから、ほんま、だってこれからって、私あんた今6月でしょ、まだ始まったばっか、6789101112123、あと
10ヶ月です。10ヶ月、あと10ヶ月の間にもうやり残したことをやらねばならんのですよ私は。あ、確認できるんじゃない、ワンちゃん、わかんないけど、私次第。で、あと10ヶ月の間にね、絶対、私がこの10ヶ月なんで絶対したいことがあって、徳川にも負けな、何を負けてるの？何の話？待ってよ、絶対にあのスキーかオアスノボに絶対行く。去年も一昨年も行きたいってずっと言ってて行けなかったから、絶対スキースノボできる人たちに連れてってもらって絶対行く。あれやってなんや。そうでしょ、絶対これはもう絶対なんですよ。え、スノボやったことないし、スキーも小学校3年生ぐらいの時にやった。そう、え、そう、なんかね、あの1年生の時にすごい周りの子たちが行ってて、来年ユキナも行こうねみたいななってて、来年そしたら私なんか行けなくて、そうアイドルになって行けなくて、それで、で、今年がコロナだったから行けなくて、今年こそ来年こそ行きたいんですよ。そう、行きたいの。そう、なんかみんなよく行ってるんですよね。そう、ボード行くしか行くってない。そうなの、そんななの。お、え、お手紙待ってる、待ってます。今年の、まあ、年末か年明けか行きたい、行きたいです。にゃん吉さんありがとう。え、スノボやってるの？さすが、さすがやな、スノボ。切なくない？え、絶対楽しいじゃん、普通に男子だけども。5分、近っ。で、インストラクターがいるの、まずさ、スノボーにインストラクターがいるの知らないんだけど、わかんない、なんかスキーもスノボも全然やったことないから、何派もないです。何派もなさすぎる派です。でも多分みんながスノボやるって言ったらスノボやる。できるかな、私絶対できないと思うんだよ自分が。できる、誰でもできるもんですかスノボって。鎌倉、あ、そうよね、あの日焼けしちゃうもんね、雪焼け。筆箱続いてないよさすがに。できないのかな、リフト乗れるんじゃない、気合。気合です、気合。根気強く教えてくれる方がいたら。でも私のあの皆さんご存知きのちゃんとかもなんか何回か言ってたから、きっと教えてくれるでしょう。横滑りって何？横滑りってどっち？
こうやってすボードがこうあったらこうやって滑るってこと、こうやって滑るってこと。気合い、うん、気合めちゃめちゃ気合いで頑張る。私足腰弱いですよ、すぐ倒れます。だるって言われてさ、やーやー、みんな優しくして。蜂の巣ダンス、え、してない。あ、こうやって滑るやり方もあるんや。なんかさ、私さ昨日友達と会ってた、昨日でしたっけ、会ってたんですけどさ、なんか別に何を飲んでもないし何を食べてもない時になんかむせちゃったんですよ。しかも友達といる間に3回ぐらいむせちゃって、喋ってたらなんかその友達になんか そのむせるってなんか喉の筋肉が弱まってるから喉おばあちゃんなんじゃないって言われて、すごいね、そうショック。私喉おばあちゃんかもしれない、よくむせるんですよね。滑ろう、近いし岡山撮って、そうめっちゃむせたの昨日。違う違う、めっちゃ優しい友達よ。だけどなんかあまりにも私がむせるけん、そう喉の筋肉衰えすぎてて、だけほらおばあちゃんは大福食べちゃダメですよみたいな、おばあちゃんこそ大福を食べるのにさ、大福食べるときにさ一気に大きい口食べちゃいけませんよみたいなあるじゃないですか。そういうことですよ。え、全然煽られてない、あのもっと優しい言い方、そうもっとあのもっと盛り上がってた、ずっとあなんかずっと語尾イエーイって言ってた、私楽しすぎて。あ、そうお餅か、お餅、そう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 、楽しすぎたの昨日。こんにゃくゼリーめっちゃ好き。私飲み物飲むときによくむせますね。あ、咳で出てる出てる出て治る多分。え、お餅めっちゃ好きだよ私。なんかもうずっと食べちゃうぐらい好き、お餅は。お正月とか。じゃパリピちゃん2人だって、2人だけでなんか久しぶりに会って、なんか今年は頑張ろうみたいな、なんか今年も頑張ろうみたいな話をしてて、なんかその女子力上げてこうみたいな、で何をするべきかなんて話をしてて、そう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 、化粧水の話とか、これ合わなかったんだよね、あそうなのみたいな、え、なんか匂いどんな感じとか話して。めっちゃ女子トーク。いや、これなんでだったっけ、とりあえずテンション高かったんですよね、楽しすぎて。そう毎年頑張ろうだから。かりんと連絡取ってますか。はい撮ってます、毎日喋ってます。女の子みたいなことしてるんですよ、女の子なんで。夏休み何するんだ。え、夏休みってさ大学4年生を経験したことがある方に聞きたい。夏休みって大学生って4年生で夏休みある？ありますか？研究で夏休みないってことないですか？ある？なかった？就活も夏まで行く人は行くんじゃない？それはよくわかんないけど。研究室の、え、絶対や、うわ、絶対やるのかな、うわ、あるって言いそう、先生待って、ややん。それだって今の今までまだサボってるもんね、研究。うわ
合宿ないよないよ。さすがに今コロナだしできないでしょ、もしあったとしても過去に。え、就活ってさ夏休みなの？でも別に夏休みさ、夏休みぼっちで寂しいよりはさ、研究があった方がさ、みんなと会ってみんなと一緒に喋りながら研究できるから、そっちの方がいいと思う。あ、そうだ、私学校好きなんでしたわ。なんかみんなと会ってさ、なんか一人で寂しいからさ、会える方が楽しいじゃないですか。そう、卒論まあ頑張るさ、きっと。うわ、でも友達に会いたい。ごめん先生さん、ありがとう。友達に会いたいです。え、だって友達に会えなかったら干からびる。予定少ないけど、会う人、会うって言ってもさ、会うパターンの人も数名しかいないけど、研究室になることでもうちょっと人数が増える。対面なの？わかんない、私学校行ってないからさ今。え、でも夏、でも夏はでもあんまりお出かけはいいかな、暑いから。え、でもほら研究部屋室が違うだけでさ、ほら廊下とかですれ違うかもしれないじゃん。そうそうね。暑い、日焼けするからさ。つっちーさんありがとう。ね、友達に会うことマジでなくなるよね、やばいよね。私も、ま、え、久しぶり、生きてたのって言ってなるもん。めっちゃ、え、生きてるって。そう、夏も、夏は暑いけん嫌い。涼しい遊びしたい。そうね、でももうすぐ梅雨来るじゃろうね。そう、生存確認。私だけなんかさ、あんま本当に会わない人でも学校にちょっと行ってすれ違ってさ、会った時嬉しくてさ、なんか「あ、誰々じゃん」とか言ってさ、なんかでそんな今までさ、めちゃめちゃそんななんかハイテンションで話しかけたことあったっけみたいな人にもさ言っちゃうんですよね。こないだ身体測定で久しぶりに会った時は本当にね、まあ、3ヶ月4ヶ月ぶりとかに会ったんですけど、みんなにもう分かんない、もう 誰かも会わず誰かも会わずじゃない、なんかもう本当にわーとかで、なんか一緒にキノちゃんとずっと手振ってました。そう、え、引いてない引いてない、なんかはぁみたいな、久しぶり元気だった、誰かも、いや、ちゃんと知っとる人ですよ、知っとる人じゃけど。そうキラリンビームさんありがとう。そう、もうあの、そう、そう、身体測定の時、そう。え、相手、相手でも手振ってくれた、なんかすごいさ、ま、なんかさ女子とかだったらさ、なんかあの、おやっほ久しぶりになるじゃん。でもさ本当にさあんまり喋んないさ男子とかもさ、うちときのちゃんでさ、おお誰誰いるやんって、やっほーってこう言ったら、なんかめっちゃちっちゃくってやってくれて、あやってくれたーと思って。そんな感じで盛り上がってました。こん、そう、にゃんきちさんありがとう、ひがしさんありがとう。みんなおはよう言ったことない、ちゃんとでもみんなに挨拶はする。違う、陽キャってなんか言い方がさ、なんかすごい陽キャっていうとパリピみたいじゃん、ただの明るい子なんですよ。え、そう、会った瞬間にバイバイみたいな、え、久しぶりバイバイみたいな。そう、でもあの本当に、でも私あの
それでね、そう同じテンションでキノちゃんといるわけですよ。でもの、ここで決定的な違いがあって、あの人脈の広さが、私とお友達ではもう全然違うんですよ。私はその同じ学科の人たちだったらみんなしゃべれるんだけど、他の学科の人とか後輩とか本当に知らなくてで、後輩とかでそのキノちゃんがなんか話なんか、うお誰誰じゃんとかになった時には、え知らんってなったらもうめっちゃね、あのこういう感じで携帯いじって、なんかちょっと話終わるのをこうやってチラって、あ楽しそう、羨ましいなって思いながら見てるそうそんな感じだから全然ですよ。にしちゃんありがとうえきのちゃん、いやあんま変わんないよ、学校いる時間とかは。そうえ、なんかこうちょっとわなんかさ、でも一緒に横にいるからさ、そこにさこうなんか先輩とかでさ、きのちゃんにさ話しかけて、じゃあさ一緒この輪にいるわけになるじゃん。だからめっちゃ気まずくて、どうしようみたいなそうなるすごい、なんか携帯とっさに取り出して、後輩も自分の学科の後輩なら知ってるんですよ。仲いい後輩いるんですけど、じゃないなんか多分バイトとかでつながったお友達、つながったってか、ね、バイトの後輩とかよくわかんないけど、えこの世に携帯なかったら終わる、マジで終わる、やばいよね。携帯作ってくれた人誰ですか、ありがとう。 iPhone 作ってくれた Apple さんありがとう。 Android 作ってくれた Android さんありがとう何でもありがとう。人類ありがとう私です、マジありがとう。若潮さんありがとう。ケイさんありがとうあ、アンドロイドさんはグーグルさんですか。グーグルさんありがとう。安藤さんありがとう。あ、ガラケー、私ガラケー歴がないので大丈夫です、ちょっとはい大丈夫にしちゃんありがとう。イエーイ、ありがとう、みんなありがとうアンドーナツすごいよね。本当に携帯ってマジでやばい。でも逆に今携帯を全員持たなきゃ、携帯を持ってないことによって、あの本当にね、あの若い子にとってはね、友達ってとどう生きるかのね、大きなね、すごいすごい何よりも重要なねものとなってきている気がするのでね、そこはちょっと大変なとこではありますよね。 PHS って聞いたことある、どっかで見たことないけど。スティーブ・ジョブズさんありがとう、ありがとうですね、本当にありがたや、ありがたやポケベル知ってるよ、あのあれでしょ、あのこれでしょ、よろしくと、ルって何、ル愛してるのルって何、わかんないフフフ37564、待って考えよう、37564、サミゴロナ、サミゴロナサナえ何アキビビピョンチーさんありがとう。あ、6かルは6なんだ。37みなみな
みんなコロナになっちゃうじゃん。 3.14159265359 それ知ってる。なんかさ、あの中学の時に流行りました。なんかその嫌なやつ足す嫌なやつのやつやめてよ、私にそういうこと言わさないでください。言わせないでくださいおうさんありがとうございます。やめてください。はい、私に言わせないでくださいキリ取られちゃうんだから変にでもなんかそうよろしくならわかるよ。いや拾われよ、読むんだから拾われていい言葉しか書かないでください89待って、805564え、わかんない。そう、なんか勝手にさ、なんか勘違いされるんだから、なんかそんなこと、そんなつもりで言ってないのに、その一部だけ取られたりとか、世の中怖いんですよ。なんかさ、本当にさ、他のさ芸能人さんとか見ててもさ、えぇ、ー、みたいな、なんかこっちが来て気持ちがわかるってきた本当に切り取られる、なんか勘違いされる。なんかそのちゃんとさ、前後左右をまで聞いてくれてたらちゃんと伝わるけど、そこの部分だけ切り取られちゃうと、なんか変な勘違いをされたりとかね、変な取られ方をしたりとかね、あると思うんですよ、世の中いっぱいネットは怖いですからね。ネット嘘いっぱいですからね。ね、編集でね、すごいらしいね今。この間なんかテレビでそう、そう言葉に左右はなかった。そうそう、本当にそう、もうなんかさ、ふとに思った、なんか余計に思った。なんかこっち側に来て見える部分あるじゃないですか、その皆さん側だけで見える部分とさ、みたいな、そんな、みたいなとか、なんか勝手な妄想をあたかも本当かのようにみたいな、いっぱいあるんですねこの世の中と思って、怖くなりました。キラリンビームさんありがとう、ツッチーさんありがとう、サンタナミチさんありがとう。ね、本当にさ、なんかすっごい本当っぽく言ってんじゃんみたいな、全然違うじゃんみたいな、ありますよね。本当に怖い。ネットはねやばいです、嘘しかないってぐらい嘘いっぱい怖って思うね。あ、自分の好きな人のことだけ一生褒めとけばいいのにって思います。なんかさ、ほら思うこと想像はするじゃん誰でも。それをさ、それをさ、何、心の中とか友達と喋るだけでさ、に終わらせればいいのにかっちゃんさん、つっちーさん、伊藤さとしさんありがとう。僕の存在も嘘、私がオンライン話し会で会ったアジさんは嘘なんですか、あれは AI なんですかAI だったの緊張してるのも AI だったの、ね、本それですよ本当に。そう、推しメンをひたすらね、可愛いだのなんだの褒めといたら、褒めて、そう、幸せになっておけばいいんですよ、こうみんな一人一人が。そしたら推しメンも幸せで、みんな幸せ、イエイって感じですよ。AI VTuber なの、 VTuber にしてはすごいリアルだったね。緊張、9割
サブ、そうなの？携帯何個持ってんの？双子かぶせ、それはワンチャンある。ありそう。カフェに、カフェに AI、なん、ど、お金大丈夫そう？カフェに AI を送り込むんだったら、もう本人がでいっぱい喋った方がいいと思いますよ。いまだにユキナが現実にいるか信じてない。嘘だってさ、やばくない？私こんなにさ、なんかさ、大学で、あははーんとか言って、なんか、ずっこけたとか言ってるさ、人が現実にいなかったら怖くないですか？なんかさすが、なんかすごいさ、もう徹底したアイドルでさ、もう作られ、なんて言うんだろう、こう、もう、アイドル像で作られたやつが、なんて言うん、こうさ、いっぱいのさ、人だったらさ、いなくてもさ、そうかもって思うけどさ、こんなにリアリティのある話しかしてないのにさ、いなかったらすごくない？ごめん先生さん、ありがとう。やばいよね。こんな設定細かすぎん？だって小2まで男の子と間違えられててとか、筆箱が小6まで赤ですごい病んでましたとかいう設定をさ、細かく作れてる AI の性質すご強い。松ぼっくりさん、ありがとう。両手小さい、ちょっと設定ミスよね。昨日さ、そのお友達とさ、なんかこうリングとかさ、なんかおしゃんな女子つける女子になりたいよねみたいな話しててさ、私の人差し指はもうこの通り、あの、太ってしまってて、太って、霜焼きが治らずにね、太ってしまって困ってるんだって。え、そうなの？って触ってみ、他の指と比べてって、っすごい、え、すごいってめっちゃ、そう、すごいってなってた。だから本当にこれは何かの間違いであってほしい。本当に。でも将来さ、私はさ、あの、将来、あの、20後半ぐらいでですかね、あの、インスタグラムにね、こう、結婚しましたって、おしゃれな、あの、おしゃれな白いなんか背景にね、こう、指をこうやって、ここにリングつけてね、こう、手をピッてやって、あの、未来の旦那さんとね、乗せたいと思ってるんですけど、このままの指じゃ乗せられないっていう、ね、思ってるのに。このままじゃ乗せられないんですよ、この指じゃ。どうしたらいいと思う？松ぼっくりさん、ありがとう。ショートさんもありがとう。あ、加工ね、確かに加工がありますからね、今その加工がありました。そう、絵に描いたような幸せをね、夢に描いてるんですけど、指、もう指、もうめっちゃ細くする、シュンって。なるほどね、その手があったか、それがあったか。じゃあ大丈夫だ、気にせずに生きていこう。何、パラフィン、パラフィンよくしたら細くなるの？たはまなズッキーナさん、ありがとう。握ったって、あ、なるほどね。握手ね、握手会めっちゃしたかった。やっぱさ、な、握手会したかった、私。私本当にさ、あの、本当に握手会したかった。握手会ね、めっちゃしたかったんだよね。リング並べと、あ、それがいい、そっちの方が映えるんで、そうするわ、ありがとう。お披露目握手会と、その後の大阪の握手会と、初めての個別握手会だけ。そう、握手会再開できるの本当にいつって感じじゃない？ね、そう、名刺を渡し会、それ。松ぼっくりさん、ありがとう。たくさんありがとう。4月の大阪の、おお、
VR 握手会VR そう2月1日とかね。まあでもほら私はまあ関東がなかったのでこれは一生本当に根に持つ話なんですけど、次のね失恋ありがとうの時に関東がなくてね本当にもうずっと病んでたんですよ。なのでねまあそれはねちょっとオンラインのことで押し増しとかで話せる人がちょっと増えた気がしてそれはそれでありがたいんですけど押し増しでめっちゃ来てくれたの。そう押し増しでさめっちゃ来てくれたの。だって私めっちゃ多分売れてなかったんですけど押し増しで売れたから追加もなんか4分も追加されてくださってありがたくなと思ってそうなのそう。でもなんかやっぱさコロナ禍になってからさかまちゆきのさんファンすごい増えてくださった気がしたからさそう握手会したいね握手会したいよ。松ぼっくりさんありがとう。イエイ。新幹線チケット買っ、え、それはもったいない。わあ。まだそうなんだよね。私勝手にね、なんかコロナ禍の成長率割と高い方メンバーって思ってるんですよ。成長率、別に実力は成長してないけど。まあ、元々まあ加入して最初の方だったってのもあるけどそう勝手に自分でそう思ってるそう釣ってくる感じそんな記憶はないですよ。私釣ったことない人生で一回も釣り方わかんないんで一回も人生で釣ったことないです。釣りはもしたことないです。釣りしたことない。そうかまち調べわかんない。ショールームが大きかった。そうお話し会んこの間のお話し会最後のお話し会でねめっちゃ私どうしたんって思いました。皆さんありがとうございますね。なんかショールームのコメント欄とか視聴数とか実際に見てもすごいと思って。え、そうなん？連番予定やった？うわショック。え、2月？でも私2月の振り返りで会ってないよ。あ、釣られたことはあるある、めちゃめちゃある釣られたことねめっちゃありますよ。もう顔見るだけで釣られるんですもん私ちょろすぎかなこれ。え、みんでもわかんないこの気持ち。なんかさ、目の前に顔目の前に顔が来るだけ。何？え、そう目の前に推しが来るだけで釣られる別に、うん、多分無言でも釣られちゃう私ね。はーってなるよね。返品してたよ。うわ言っといて。でもなんかタグつけられてるの見ちゃったよとも言っといて松ぼっくりさんありがとう。たくさん愛媛釣るってなんだろうね、分かんない。私はでも釣られちゃうんですけど、そう釣ったことはないのでそう隣のレーン楽しそうに見える。うわ分かる。誰だタグつけて、誰だろうね、誰ですか夜ご飯はなんて、私なんかメールで書いたけどなんて書いたっけ、忘れましたどういうこと、待って、新幹線のアイス食べたことない。あ、なるほどね。
握手するとけ。なるほどなるほど。あ、カレーです。そうです、カレー。みんなよく覚えてね、ちゃんと読んでるんですねみんな。イエーイ、すごいね。やっぱ拡散力って大事だねこの時代。本当にあのね、すごいなんか賢い言葉言いそうになったからやめとこう。私のね、売りはバカっぽさ。売りじゃないけど、あのなんか賢く喋る、なんか私賢く喋りたいんですよ。なんか賢い喋り方をしたいんですけど、賢い喋り方できなくて、すごいバカっぽい喋り方しかできないんで、あのなんか語彙力的にね。あのその今賢い言葉を思い出したんですけど、今の瞬間に忘れたんですけど、あのその今この SNS とかっていうのが何でしたっけ、なんからしいんです。なんとかっていうらしいんですよ。なんとかって、あのなんとかって言うらしくて、なんかそうだからすごい拡散力が大事だよっていう話なんですけど、何でしたっけね。セカンドクリエイター、合ってますか。セカンドクリエイターだった気がする。セカンドクリエイターっていうらしいんですよ、その SNS でなんかつぶやく人たちのこと。そう、確か違うかな、合ってますか。つっちーさんありがとう。わかんない。へえ、合ってますか。合ってそう、どう、初耳、合ってるかな、どうなの。すまん興味ない。リソースしかわかんない。ディシジョンで聞いたことあるの。ディシジョン、おつって言われたショック。でもわかんないけど、なんかその例えばさ、テレビで芸能人の人がなんかこの商品いいんですよって言うより、なんかその実際に、なんて言うんだろう、別に SNS でつぶやく人たちってさ、まあ例えばちょっとしたインフルエンサーの方だったらなんかこれをお金もらって宣伝してるかもしんないけどさ、あの何、本当のさ口コミをさ、こうポポポポでこうツイッターとかつぶやくから、なんかそういうのをすごい頼りにね、とかすごい信憑性とかなんかあるらしくて、なんかすごいそういうのがねめっちゃ大きいらしいんですよ。そう、すごい、ね、影響力が強いらしいです。だからそう、大事らしいです。いいも悪いも大事らしいです。さくら、そうらしい。知らんけど、頭良さそうなこと言ってる。やった、イエーイ、頭良さそうなこと言ってます。どっかで勉強しました。モニターってやったことない。やりたい、モニター、あの化粧品モニター待ってます。西野さんが言ってた。ヤン吉さんありがとう。 AI でできな、あすごい、イエーイ。あ、じゃあ10時になったので今日の配信そろそろ終わりたいと思いますので、ランキングをお読みしたいと思います。ランキングタイム。資生堂の社員なの？国立大学やってそう。まあ東大だからね私。東大だからやっぱまあね、その国立大学オーラが溢れてるのかもしれません。イエーイ。じゃあ読みまーす。13位あちさん、ありがとうございます。ありがとう。
いつも返事読んでます。12ケイさんと今日もゆきなちゃんのことだけ考えてる。ゆきなちゃんのことだけではなさそうだな。なさそうだぞ。でもありがとう。11ツッチーさん好きです。ツッチー、あ、間違えた、ツッチー好きです。自分のことが大好きだそうで、すごいいいと思います。この調子で生きてみてください。ありがとうございます。順位東さんアット台湾ありがとうございます。ありがとう。9位ごめん先生さんありがとうございます。人類推し、人類推しはすごいね、いい人だね、最高だと思う。ありがとうございます。8位ひろきさんありがとうございます。イエイ。重大発表ちょっと毎日はなさそうだけど、何かしら頑張って作ろう。ありがとうございます。7位おのっちさんあとちょいまるおやじ、イエーイ、ズッキーナズッキーナ2ありがとうございます。6位キラリンビームさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。5位サハマナズッキーナさんありがとうございます。イエーイ、ありがとう。続いて4位ミヤヒーさんアットユッキ直しありがとうございます。イエイ、嬉しいでございます。3位サンタナミチさんアット力が湧くのはユッキナがいるから100万パワーパワーありがとうございます。おっと変わってしまった。5位鳥海浩二さんアットなあちゃん神橋 DD さんありがとうございます。ありがとう、イエイ。で4位はおのっちさん、先ほども読みましたおのっちさんありがとうございます。そして2位はケイさんありがとうございます。そして2位じゃない、3位はケイさんありがとうございます。2位はにゃんきちさんありがとうございます。長崎の雨は 10.22 大滑走路行きの山陽道、山陽道ってあれじゃん、車の、聞いたことある、走ったことはないかも車で。ありがとうございます。ありがとう。1位松ぼっくりさんあっと今日誕生日、職場でケーキ食べたからまだ誕生日、誕生日だそうです。ではその前に読んでない方はいらっしゃらなさそうですかね、大丈夫ですかね。じゃあ誕生日だそうです。単押しです、本当そう。じゃあ松ぼっくりさんにね歌いたいと思います。せーの、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディア松ぼっくりさん。これ松ぼっくり顔光りすぎや。ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとうございます。おめでとうございます。イエイ、おめでたいですね。今日もとてもおめでたいでございます。イエイ。それでは、あ、カズキーナさんありがとう、音符。それでは皆さん本日もありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ。おやすみちょっと早いかな、バイバイ。